第10週は別れと初恋。あらすじを公式サイトから拝借します。帯広でのフライト訓練が続く中、舞は柏木から告白されそうになったことが気になり、大事な中間審査の前日にもかかわらず、悶々とする。中間審査で、舞は着陸がうまくできなかったが、無理せずに着陸をやり直したことが認められて、ぎりぎりで合格する。 中間審査ではただ一人水島だけが不合格に水島は大河内による再審査を受けることになり舞や柏木は水島の再試験に向け可能な限りサポートをするしかし水島は弱点を克服できぬまま再審査に臨む舞は苦手な着陸の特訓を大河内の指導の下で重ねるようになるが 熱を出して寝込んでしまう。とのこと。なんだか、イ久しぶりの発熱のようです。それよりですね、柏木の続きの言葉は、告白に至らなかったようですね。それでも、イは動揺してしまうということは、イも気にしてたってことですか。なんだか、このタイミングで、そういう話は好きじゃないです。先週、 イメトレのシーンが何度かありましたがああいうの私は苦手なのです青春してるなとは思うのですが私どうもそういうところは冷めている性格というか素直じゃないのでしょうね体が痒くなってしまいます別れというのは水島学生のことでしょうか航空学校は入るのも難しければ 卒業すするののも難しいのですねパイロットは命を運ぶ仕事ですから厳しくて当たり前なのでしょうね。努力してもなれない人もいるというのが現実的なことで水島学生に甘くして合格に転じてしまうようなことがあっても疑問に思うかもしれません。ということで反省会の動向にも注視しながら来週も楽しみましょう。